痩せる豆乳ヨーグルトの作り方をお伝えします。あなたはこんなことないですか？テレビや雑誌を見てこれを食べれば痩せると、目にしたものはですね、取り組んで、食べてみてはいるものの、いまいちこう痩せた実感を感じないなとかですね、こんな風に思ったことないですか？そこで今から、この動画を通じてお伝えします。この豆乳ヨーグルトで、あなたは体の中からきれいに痩せることができるんですよ。さあ早速、作り方とその効果をお伝えしていきますね。まず材料からです。1人分です。成分無調整の豆乳を使います。ここすごくポイントです。私はですね、大分県民ですので、この九州産のですね、福豊大豆 100% を使ったこの豆乳をいつも使っております。あなたの町でもこういった体に良い豆乳を見つけて購入してみてくださいね。これがですね、200ml、1カップですよね、 200ml 用意しましょう。次にプレーンヨーグルトが大さじ1。私は今回この、プレーンヨーグルト使いました。そして保存容器が1個。私は自宅でこちらを使ってヨーグルトを作っています。たったこれだけです。簡単レシピ、私も大好きなんですけれども、以上を用意しましょう。次に作り方です。1、豆乳をこの容器に移し替えてください。で、こちらはね、材料が1人分なので、ご家族が多い方は、その数に合わせて作ってみてくださいね。そして2、先ほどの1にですね、プレーンヨーグルトを大さじ1入れてよく混ぜます。これだけなんです。でここからがですね、ポイントですよ。さ、その容器にその豆乳とヨーグルト入れましたね。よく混ぜて、そのままですね、常温で8時間置きましょう。そうすると、だんだん固まってきます。で固まってきたら、このまま冷蔵庫にご保存してください。目安はですね、冷蔵庫に保存で、約1週間ぐらいは持ちますけれども、1週間も待たずとしてですね、もう私も食べきってしまうんですが、でこの時に作ったその豆乳ヨーグルトが、次回のその豆乳ヨーグルトを作る種菌になりますから、こう全部食べきらずにですね、その適量をしっかり残しておくと、先ほど使ったこのプレーンヨーグルトのその代わりにもなってくれますから、ぜひ種菌として少しね、適量を残しておいてくださいね。でそのこういった普通のヨーグルトとその豆乳を使った手作りヨーグルトはこう何が違うかと言いますと、市販のこのヨーグルトはですね、動物性の、タンパク質ですよね。ですから、食べ過ぎてしまうと高タンパク高脂質なわけですから、確実に太ってしまいます。そしてコレステロール値もあるというね、動物性ですからあるんですね。それに比べてこちら効果です。この植物性で作ったヨーグルトはコレステロールがなんとゼロです。ゼロ、いいですよね。安心して召し上がってくださいね。でまたこの豆乳とその乳酸菌を掛け合わせたという、もうここがですね、もうスーパーダイエットフードなわけです。腸内環境にも、もう二重丸ですし、痩せ菌と言われるその善玉菌が増えることで、あなたはその自然と痩せ体質になることができるんですよ。では次、そのタンパク質が大豆タンパクですから、実はですね、その胃腸に入った時に消化吸収に長い時間かけてその消化吸収されるものなので、空腹になりにくいんですね。なので自然と食欲も抑えることができるんです。そして最後です。大豆に、この豆乳にですね、含まれるサポニンというその成分が、あなたの体の中のある、脂肪をですね、蓄積するのをこう抑えてくれる働きが
あるので、あの実際あのこの豆乳ヨーグルトをまあ試した結果、体重が減ったり体脂肪が減ったっていうそのまあ実験データもあるということなんです。さあ、いかがだったでしょうか。この手作り豆乳ヨーグルトを、まあ、1日にですね、そうですね、まあ、100グラムぐらいでしょうかね、まあ、それぐらいを目安に召し上がっていただいていいと思うんですね。でまた別の動画でもお伝えしましたが、やはりそのキンキンにこう冷やした食べ物は腸が冷えてしまって腸内環境に今悪影響を及ぼすので、まあ、できればこの豆乳ヨーグルトも少しこう常温に近づけた状態で、まあ、戻して召し上がっていただくと、まあ、負担もかけずに済みますし、また味付けのアレンジとしましては、これもまた別の動画でお伝えしているんですけれども、あの蜂蜜であったり、あの無調整の国産大豆のですねきな粉とか、あの 100% の、まあ、純カカオパウダー、お砂糖なしの、ああいったのをですねこう適量振りかけていただくと、これがですねもうデザート感覚でものすごく美味しいですので、おすすめです。さあ、いかがだったでしょうか。このお話、あなたとそして大切なご家族周りの方にぜひどんどんシェアして差し上げてくださいね。そしてこの話が役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。